ビラーワル・ブッドーザルダーリーは、パキスタンの政治家。現パキスタン人民党党首。ベーナズ・イール・ブッド元首相とアース・イフ・アリー・ザルダーリー元大統領の子で、ビラーワル・ザルダーリー・ブッドとも表記される。パキスタン初の民選首相で、人民党決闘者のズルフィカール・アリー・ブッドー大統領の孫でもある。第二次、ブッ政権時は、カラチグラマースクールで学んでいたが、 イスラマバードのフレーベル国際学校に通った。後にドバイのラシット男子校にも通い、生徒会の副会長を務めた。彼はテコンドーの黒帯を所持している。2010年6月までオックスフォード大学で学んだ。2007年12月30日、ビラーワルはパキスタン人民党の党首に選任された。暗殺されたベーナズイールの後継候補として、 夫のアースイ・フアリーの名が上がっていたが、息子が職を後継し、アースイ・フアリーは共同党首となった。記者会見で、アースイ・フアリーは、ビラーワルが今後、ビラーワル・ザルダーリーではなく、ビラーワル・ブッドザルダーリーの名を使用することを発表した。人民党のウェブサイトでは、彼の名はビラーワル・ザルダーリー・ブッドと表記されている。2007年12月、 ベーナズイールが暗殺されると、パキスタンに一時帰国した。ビラーワルは、オックスフォード大学での研究を終了してからトームに、専念したいとしていた。オックスフォードでの彼の警護には、最低でも毎年100万ポンドかかると見込まれていた。2008年9月には、父の大統領就任式での先生に立ち会うため、帰国した。2009年、ビラーワルとアースイフ・アリーの親子が、 イスラマバードの本来なら20億ルピーほどする一等値をたった6200万ルピーで買い上げたことが明るみに出た。この問題は国会でも非常に真剣に取り上げられ、中でも野党のパキスタンイスラム連盟は親子に対し国立国会事務局の休会動議を提出した。ありがとうございます。